ウォーゲーム日本史は国際通信社が発行する解説書付きウォーシミュレーションゲームである。アナログゲームとしてのウォーゲームを扱う。1、4、7、10月の期間として発行され、発売は発行前月の20日前後である。国際通信社ではコマンドマガジン日本版の姉妹紙として紹介している。2012年5月現在、一般書店で入手可能。 26号を最後に休館することがホームページで告知され無期休館となった。2016年10月、単発観光の27号がボックス仕様で発売された。比較的短いプレイ時間で遊べるゲームを付録としており、初心者から中級者まで手軽に繰り返し遊べる内容が多い。また過去あまり、冒ーゲームにならなかったようなテーマを積極的に、 取り上げているのが特徴。同じ国際通信社から発行されているコマンドマガジン日本版でも日本史を題材にしたウォーゲームを付録にしているが、ゲームサイズやプレイ時間ではウォーゲーム日本史の方がより手軽である。日本史をテーマとしたゲーム本体と解説書によって構成されており、具体的には以下の通りである。 ゲーム本体解説書1号から8号までは、ブリスターパックに収納されていて、ルールは解説書に含まれ、号によっては、サイコロやコマなどの保管に使うチャック付きポリ袋が入っていた。9号からは、姉妹誌コマンドマガジン日本版と同様に、雑誌にゲームを挟み込みチャック付きポリ袋で封をする、想定に変更され、ルールが独立した。連載、ありがとうございます。